どうも皆様こんにちは、解説のハイボールです。今回は、絶望世界史ということで、圧倒的理不尽に、絶望的な状況に立たされた、国々の歴史を、紹介します。記念すべき第1回は、ベルギー。ベルギーといえば、チョコレートが有名な国ですよね。ゴディバ、ノイハウス、ピエール・マルコリーニ、日本でも、高級チョコレートショップとして、デパ地下などで見かけますが、これらのお店は、すべてベルギーが発祥です。そして、ベルギーは、料理や、ビールも美味しいんですよ。私も、実際に旅行に行くまでは、イメージがなかったのですが、ベルギー料理って、フランス料理と、ドイツ料理の、いいとこ取りをした感じで、最高に美味しいんですよね。さて、余談はこれぐらいにして、本題、第一次世界大戦における、ベルギーの戦いを紹介します。1914年8月4日、ドイツ軍は、第1軍、第2軍、第3軍の、合計、34個師団約75万人の戦力で、ベルギーへ侵攻します。迎え撃つベルギー軍は、6個師団、約4万8千人の戦力しかなく、絶望的な戦いとなりました。そもそも、なぜベルギーが、こんな悲惨なことになってしまったかというと、ドイツ、フランス、ロシアの関係が、大きく影響しています。当時のヨーロッパというのは、イギリス、フランス、ロシア、そしてドイツ。この4カ国が、四天王的な感じで、牛耳っていました。その中でドイツは、ロシアとフランスと、敵対関係にあったのですが、地理的に、東にロシア、西にフランスと、東西から、挟まれるような形となっており、戦争になれば、ドイツは不利な状況になることが、目に見えていました。そこで、もし、戦争になった際、ドイツは、フランス方面は、防御に徹し、ロシア方面では、攻勢を行い、ある程度の戦果を、上げたところで、有利な条件で、講和条約を、締結するという、戦略計画を、練っていました。フランスとドイツの国境線は短く、守りやすく、攻めにくいのに対して、ロシアとの国境は長く、守りにくく、攻めやすかったためです。しかし、この計画は参謀総長の交代により破棄され、新たな戦略計画が策定されました。これが有名なシュリーペンプランです。このシュリーペンプランでは、従来の計画とは逆に、ロシア方面は防御に徹し、フランス方面へ戦力を集中させ、大攻勢を行います。有利な状況で、講和を結ぶのではなく、集中させた戦力で、フランスを完全に打ち負かして、降伏させ、その後に、軍を反転させ、続いて、ロシアを降伏させるという、時間差をつけての、括弧撃破を狙った計画となっています。ただ、先ほども説明した通り、フランスとドイツの国境線は短いため、集中させた戦力を有効に活用できません。そこで、ドイツとフランスの間に存在する国、ベルギーとルクセンブルクを通過して、フランスを攻めるという案を考えました。つまり、ベルギーへの侵攻って、目的はフランスだったんです。大国同士のいざこざに巻き込まれてしまったわけです。攻め込んだ側のドイツは、戦争が始まる前から、このように侵攻の準備を進めてはいましたが、実はベルギーへの侵攻は、最後まで悩んでいました。そもそも、ベルギーって国は、元はネーデルラント連合王国、つまりオランダの一部だった地域が、ナポレオン戦争終結後の、1830年に、イギリスが後ろ盾となる形で、永世中立国として独立し生まれた国家です。イギリスとしては、フランス、ドイツといった大国と自国との間に、干渉国家を作りたかったわけです。そのため、ベルギーに侵攻した国は、イギリスを敵に回すことになるため、ただでさえ、フランス、ロシアに挟まれた不利なドイツが、ベルギーを攻撃する可能性は低いと考えられていました。実際、ベルギー国内においても、イギリスが、永世中立を保障している限り、ベルギーが戦争に巻き込まれることはない、という考え方が一般的だったため、軍備の増強や要塞の構築には、根強い反対がありました。わかりやすく言うと、今の日本でも、憲法苦情があるから、自衛隊もいらないし、米軍基地もいらない。苦情がある限り、日本は戦争に巻き込まれるわけないって考えている人が大勢いて、防衛費を上げたり、武器を買ったりする際に、戦争反対、
軍拡反対って抗議活動を行ったり、妨害行為を行うわけですが、当時のベルギーでも似たようなことが起こっていたんですよ。そのため、当時のベルギーは、GDP 比で見た時の、軍事予算が、ヨーロッパで最も低く、軍事力は最悪の状況でした。それでも、当時の混沌とした世界情勢の中、戦争が始まれば、ベルギーも必ず巻き込まれる、という危機感を抱いた、一部の政治家、軍人の手によって、防衛体制の構築は、一応進められていました。具体的に言うと、いざ戦争が始まった時に、即時に招集できる予備役10万人を用意したり、いくつかの都市で要塞化を進めていました。そのような状況の中、1914年7月28日、サラエボ事件をきっかけに、ついに第一次世界大戦が勃発。ドイツは、シュリーフェンプランに基づいて、ベルギー国境に戦力を集中させましたが、すぐに攻撃は行わず、ベルギー政府と交渉による解決を図ろうと、8月2日、いくつかの条件を記した最後通帳を提示します。その内容を簡単にまとめると、1、ベルギー領内をドイツ軍が通過することを許可してください。2、ドイツ軍の通行によって、ベルギーへ損害が生じた際は、ドイツ政府が満額賠償します。3、戦争終結後、ドイツはベルギーとの友好関係を永遠のものにし、ベルギーの独立を保障します。4、ドイツ軍の通行を認めてくれない場合は、誠に遺憾ながらドイツ軍は全力でベルギーを攻撃します。軍隊の通過さえ、許可してくれれば、ベルギーに一切危害は加えず、戦後は、独立保障すらかける、といった内容です。ドイツとしては、やはりベルギーとは戦いたくなく、最大限の譲歩をしたんですね。しかし、これにベルギーの国王アルベール1世が大激怒。ベルギーは道ではない。国だ。結果はどうであろうと、拒絶する。我々、王族と、軍人の義務は、国土を守り抜くことだ。この点で、間違えてはならない。と、国王自ら宣言し、ベルギーを守ることを最優先に、ドイツ軍の侵攻を迎え撃つ決断をしました。これ、ドイツとしては、いきなり大失敗しちゃったんですよね。交渉が決裂し、結局侵攻しなければいけなくなった上に、ベルギーに、これから侵攻しますよ、って伝えてしまったようなものなので、戦う準備をする猶予を与えてしまったんですよ。とはいえ、戦力差は圧倒的。ドイツ軍は合計34個師団、75万人で装備も最新式なのに対して、衛星中立を頼りに、最低限の軍備しか備えてこなかったベルギー軍は、6個師団、4万8000人しかおらず、装備も大部分は旧式でした。さて、前置きが長くなりましたが、いよいよベルギー戦争の幕開けです。8月4日、ドイツ軍の戦闘部隊が、国境を越え、ベルギー領内へ侵攻を開始。ドイツ軍は、圧倒的な戦力で侵攻すれば、ベルギー軍は戦わずに逃げ出すと考えていましたが、ベルギー軍は勇猛果敢に抵抗し、まさかの苦戦。一時的ではありますが、ドイツ軍を追い返すことに成功します。ベルギー軍、やるじゃん。って思うかもしれませんが、この状況は、例えるなら、ライオンがウサギを捕食しようとしたら、噛みつかれて、びっくりし思わず、引き下がったみたいな感じです。ただ、ライオンからすれば、抵抗してくるってわかれば、食べる前に、喉元に食らいついて、息の根を止めてから食べるだけですよね。それと同じで、予想外の反撃に、出花こそくじかれたものの、ドイツ軍は、すぐさま立て直すと、本格的な侵攻を開始します。ドイツ軍は国境のベルギー軍を粉砕し、ベルギー領内へ侵攻。今度こそ、順調に進むかと思いきや、ドイツ軍の前に、難攻不落のリエージュ要塞が、立ちふさがります。リエージュ要塞は、ミューズ川とウース川の合流地点に位置する、リエージュという都市を守るために作られた要塞で、12個の砲塁がリエージュを囲うように配置されています。砲塁っていうのは、わかりやすく言うと、近代的なお城のようなものです。石、土砂、コンクリートなどで作られた、頑丈な建物で、その中に、大砲、機関銃、弾薬庫、兵舎などが設けられていて、近づいてきた敵を、安全な建物の中から、一方的に攻撃できる、防衛拠点です。リエージュは、ドイツ国境から、わずか30キロの距離にある都市で、ドイツ、ベルギー、
フランス、オランダを結ぶ鉄道や道路が集約する交通の要所でした。そのため、ドイツ軍がベルギーを経由して、フランスに進軍するためには、このリエージュを確保することが絶対条件だったんです。ベルギーには、レマン少将っていう名将がいました。レマン少将は、ドイツと戦争になった際、このリエージュが最も重要だと考え、リエージュ要塞の司令官に着任すると、反対派を押しのけて、要塞を強化していました。ドイツ侵攻時に、このリエージュには、レマン少将率いる第3師団及び、要塞守備部隊、合計3万人が駐留していました。8月5日、ドイツ軍はリエージュ要塞の攻撃を開始しますが、侵攻してきたドイツ兵たちは、砲塁からの一方的な攻撃にさらされ、次々に倒れていきました。この予想外の事態に、急遽ドイツ軍は、歩兵6個旅団、騎兵3個師団を抽出し、リエージュ要塞攻略を目的とした、ミューズ軍を編成。オットー・フォン・エンミッチ大将を指揮官に、参謀長には、ドイツ軍切手の天才と称される、エーリヒ・ルーデンドルフ少将が任命されました。ルーデンドルフ少将は、強固な砲塁そのものを攻撃するのは無謀と考え、8月6日の未明、日が昇る前に、砲塁と、砲塁の間をすり抜けるように前進し、突破に成功。さらに飛行船を使い、リエージュ市街を空襲。また、騎兵師団が快速を生かして、ミューズ川の渡河に成功したため、12個の砲塁は全て健在だったものの、肝心のリエージュそのものが、包囲の危機にさらされてしまいます。この事態に、レマン少将は、第3師団の撤退を決断。リエージュを放棄して、アントワープ及び、ナミュールへの撤退を開始します。ベルギー軍が撤退したために、翌、8月7日には、リエージュ市街は陥落。しかし、砲塁は健在でした。敵を後方に残したままでは、補給線を遮断される恐れがあったため、ドイツ軍は砲塁への攻撃を継続します。市内攻略から3日後の8月10日、ついに1個の砲塁を陥落させることに成功したが、まだ砲塁は11個残っており、このままではフランス侵攻にも支障をきたしかねない状況でしたが、8月12日、ついにドイツ軍の切り札とも言える新兵器、ディッケベルタが到着しました。ディッケベルタは、口径 420mm という、規格外の巨大な榴弾砲で、810kg の砲弾を、12キロ先まで飛ばすことができる化け物のような巨砲です。ディッケベルタは到着したその日のうちに、砲塁への攻撃を開始。ディッケベルタの放った砲弾が、命中した砲塁からは、巨大なキノコ雲が巻き上がりました。リエージュ要塞が、想定していた工場砲のサイズは最大 210mm だったため、ディッケベルタの砲弾は、コンクリートの防壁を貫通してしまったんです。こうなってしまっては、ベルギー軍に反撃の余地はなく、次々に砲塁は陥落。8月16日には、ドンサン砲塁ただ一つが残るのみとなりました。この砲塁には、レマン少将自らも立てこもり、守備兵を鼓舞、頑強に抵抗を続けていましたが、ディッケベルタが放った砲弾の1発が弾薬庫に命中し、砲塁は内側から大爆発を起こして吹き飛んでしまいます。レマン少将も戦死したものと思われていましたが、瓦礫の下敷きになっていたところを、ドイツ兵に救出され、捕虜になりました。最終的に、リエージュ要塞は、10日間で陥落。これは、ドイツ軍の当初の計画からは、2日遅れだったため、難攻不落と言われた、リエージュ要塞も、たった2日間しか、時間を稼げなかったと言われますが、実際には、この2日間のおかげで、英仏連合軍は、抗戦態勢を整えることができました。フランス軍は、防衛線の構築に成功し、イギリス軍もドーバー海峡を渡って、フランス北部の上陸に成功。逆に言えば、この2日間がなければ、フランスも、イギリスも、戦う準備が整う前に、ドイツ軍に、やられてしまっていた可能性があるんですよね。そう考えると、本当に貴重な2日間を、リエージュ要塞は、稼いだと言えます。リエージュ要塞攻略後、ドイツ軍はさらに進軍していきますが、すでに動画も15分に迫っていますので、今回はここまでにしたいと思います。
次回はイーペルの奇跡と題して、その後のベルギーでの戦いから結末までを紹介したいと思います。もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価などしていただければ、幸甚に存じます。それではご視聴、ありがとうございます。